ダチョウのネックスープうどん。まずは材料紹介です。ダチョウのネック 500g、 ネギの青い部分数本、生姜1かけ、ニンニク3粒、白だし小さじ4、みりん小さじ4、塩小さじ1、うどんは好みの量にしてください。トッピング用としてネギ適量、そしていりごまが適量です。それでは調理工程に入っていきます。まず最初にネックを水が透明になるまで洗ってから火にかけましょう。強火でお湯を沸かします。動画のようにアクが出てくるのでこのまま沸かし続けてください。アクが出るのが落ち着いたら一度火を止めて一旦お湯を捨てましょう。ネックを水洗いしたら新しく水を入れてください。再び強火で沸かします。沸いてきたらアクを取り除きます。動画のようにこれくらいまでアクが出なくなったら生姜、ニンニク、ネギの青い部分を投入します。鍋に蓋をして高圧でセットします。蒸気が出始めたら弱火にして40分煮込みましょう。蓋を開けられるようになったら野菜類を取り除きます。スープの量を測り、おおよそ 800ml に調整します。スープ 800ml に対して塩小さじ1を入れます。次にみりん小さじ4を入れます。そして最後に白だし小さじ4を入れます。このまま弱火で10分煮込んだら一度冷やして味を染み込ませます。1人前の小鍋で温めましょう。お皿の真ん中にネックを盛り付けます。周りに茹でたうどんを入れます。そしてスープを入れます。真ん中にネギを乗せます。最後にいりごまを全体にトッピングして完成です。